フィリップ・フランツ・バルタザール・フォン・シーボルトは、ドイツの医師、博物学者。標準ドイツ語での発音を日本語で、一般的な方法で音写すると、ズイーボルトだが、日本では、シーボルトで知られている。デジマの三学者の一人、祖父のカール・カスパール・シーボルト。ドイツ近代手術の一子図を作った一人と言われる、神聖ローマ帝国の司教領ビュルツブルグに生まれる。シーボルト家は祖父、 とうとも、ビュルツブルグ大学の医師であり、医学界の名門だった。父は、ビュルツブルグ大学医学部さん、プジ人カ教授ヨハンゲオルク・クリストフ・フォン・シーボルト。シーボルトという生の前に、本が添えられているが、これは、貴族階級を意味し、シーボルト家はフィリップが20歳になった1816年に、バイエルン王国の貴族階級に登録された。シーボルト姓を名乗る親類の多くも、 中部ドイツの貴族階級で、学祭に秀で、医者や医学教授を多数輩出している。父ヨハンゲオルク・クリストフは31歳で死去した。1歳1ヶ月の時である。以後、ハイディングスフェルに住む、母方のおじに育てられる。母、マリア・アポロニア・ヨゼファとの間に2男1女があったが、長兄と長子は幼年に死去し、弟のフィリップだけが成人した。 フィリップが9歳になった時、母とビュルツブルグからマイン川を半時間ほど遡ったハイリングスフェルトに移住し、1810年ビュルツブルグの高校に入学するまでここで育った。12歳からは地元の司祭となったおじから個人授業を受けるほか、教会のラテン語学校に通う。1815年にビュルツブルグ大学の哲学科に入学するも家計や 人類の意見に従い、医学を学ぶことになる。大学在学中は解剖学の教授のイグナーツ・デリンガー家に寄附した。医学をはじめ、動物、植物、地理などを学ぶ。一方で、大学在学中のフィリップは、自分が名門の出身という誇りと自尊心が高かった。まためニアダ団という一種の同教会に属し議長に選ばれ、乗馬の奨励をしたり、 当時、血統は常識だったとはいえ、33回もの血統をして顔に傷も作った。江戸ンプの時に、召喚長、ヨハン・ウィレムでスチュルレルにも学術調査に非協力的だとの理由で血統を申し入れている。デリンガー教授宅に寄宿し、植物学者のネース・フォン・エーゼンウェック教授の違遇を得たことが彼を植物に目覚めさせた。ビュールツベルク大学は、 死弁的医学から臨床での正確な観察、記述及び比較する経験主義の医学への移行を重視していた。シーボルトの家系の人たちは、この経験主義の医学のシーボルト学会の組織までしていた。どのオーム氏も医学で学位を取り、植物学に強い関心を持っていた。デリンガー教授がそうであり、専門のエーゼンベック教授は、苔植物、菌類、 のぎくぞく植物等について、植物学便ン,ンという著作を残している。1822年には、全ケンベルク自然科学研究学所通信会員、王立レオポルド・カロリン自然研究者アカデミー会員、ベタラウゼン博物学会正会員に任命され、フランクフルトに、新設の博物館用のタイプ標本の収集を、依頼される。1820年に卒業したシーボルトは、 国家試験を受け、ハイリングスフェルトで開業する。しかしすでに述べたように、名門貴族出身という誇りと自尊心が強く、超意志で終わることを選ばなかった。東洋学研究を志したシーボルトは、1822年に、オランダのハーグへ赴き、国王イレム一世の G から圧戦を受け、7月に、オランダ領東インド陸軍病院の外科調査となる。近年の調査により、 バタビアの乱ン成長総督に宛てた、シーボルトの書簡に、下下調査及び、調査任務付きの署名があることや、江戸城本丸詳細図面やカラフト測量図、武器、武具解説図など、軍事的政治的資料も発見されたことから、単なる医師、学術研究者ではなかったと見られている。長崎なる滝における乱ンシーボルト先生託士と肖像、手際式絵葉書長崎公園、 シーボルト記念碑、手彩式絵はがき、フローラジャポニカ9月にロッテルダムから出港し、希望ミネを経由して1823年3月に、バタビア近郊のベルテフレーデンの第5砲兵連隊付軍医に配属され、東インド自然科学調査官も兼任するも、滞在中に、オランダ領東インド総督に、日本研究の希望を述べ認められる。6月末に、 バタビアを出て8月に来日、鎖国時代の日本の対外貿易窓であった、長崎の出島のオランダ商館員となる。本来は、ドイツ人であるシーボルトの話すオランダ語は、日本人通じよりも発音が不正確であり、怪しまれたが、自分は、オランダ産地出身の高地オランダ人なので鉛がある、山、オランダ人と偽って、その場を切り抜けた。本来は、 感覚によってできた国であるオランダに産地はないが、そのような事情を知らない。日本人にはこの言い訳で通用した。エンゲルベルト・ケンペルとカールズンベルグとの3人をデジマ参画者などと呼ぶことがあるが、全員オランダ人ではなかった。来日した年の秋には、日本博物史を脱行。デジマ内において、開業の後、1824年には、デジマ外に、 鳴滝塾を開設し、西洋医学教育を行う。日本各地から集まってきた多くの医者や学者に、講義した。代表として、高野長英、二宮敬作、伊藤玄木、小関三英、伊藤圭介らがいる。塾生は、後に、医者や学者として活躍している。そして、シーボルトは、日本の文化を探索、研究した。また、特別に、 長崎の町で診察することを唯一許され、感謝された。1825年には出島に植物園を作り、日本を退去するまで2400種以上の植物を栽培した。また、日本茶の種子をジャワに送ったことにより、同東で茶栽培が始まった。日本へ来たのは、プロイセン政府から日本の内情探索を命じられたからだとする説もある。シーボルトが江戸で 多くの蘭学者らと面会したときに、あなたの仕事は何ですかと問われて、コンデンスポンデーボルデと答えたと、渡辺火山が書いている。1826年4月には162回目に、当たるオランダ省官長の江戸散布に随行、道中を利用して、日本の自然を研究することに没頭する。地理や植生、気候や天文などを調査する。1826年には、将軍、 徳川家成に越見した。江戸においても、学者らと、交友し、将軍五天勝桂川はじめ県、乱学者、宇田川洋安、元薩摩藩主、島津重秀、中津藩主、奥平正隆、映像探検家、もがみ徳内、天文法、高橋影康らと、交友した。この年、それまでに収集した、博物標本六箱を、大伝博物館へ送る。 国内からは、北方の地図を送られる。影安には、クルーゼンシュテルンによる最新の世界地図を与える、見返りとして、最新の日本地図を受け取った。来日間もなく、一緒になった日本女性の楠本滝との間に、娘、楠本犬を千八百1827年にも受ける。アジサイを新種記載した際にハイドランジアオタクサと命名しているが、これは、 滝の名前をつけていると、牧野富太郎が推測している。1828年に帰国する際、先発した船が難破し、積み荷の多くが海中に流出して一部は日本の浜に流れ着いたが、その積み荷の中に幕府近世の日本地図があったことから問題になり、地図返却を要請されたがそれを拒否したため、出国停止処分を受けた後国外追放処分となる。当初の予定では、 帰国3年後に再来日する予定だった。1830年、オランダに帰着する。日本で収集した文学的、民族学的、コレクション5000点以上のほか、哺乳動物標本200、鳥類900、魚類750、爬虫類170、無脊椎動物標本5000以上、植物2000種、植物標本12000点を持ち帰る。滞在中のアントワープで、 東洋学者のヨハン・ヨーゼフ・ホフマンと会い、以後協力者となる。翌1831年には、オランダ政府から助君の知らせが届き、ウィレム一世から、ライオン文館功労君爵師と、ハッセルと十字章を歌しされ、コレクション購入の全金が支払われる。同年、乱領東インドリーク軍参謀ぶつけとなり、日本関係の事務を嘱託されている。1832年に、 ライデンで家を借り、コレクションを展示した日本博物館を開設。ルートビヒ一世からもバエルン文館功労勲章騎士十字章を賜る。オランダ政府の講演で日本研究をまとめ、集大成として全7巻の日本を随時観光する。同書の中でマミヤ海峡をマミヤの瀬戸と表記し、その名を世界に知らしめた。 日本学の祖として名声が高まり、ドイツのボン大学にヨーロッパ最初の日本学教授として招かれるが、孤児してライデンに泊まった。一方で、日本の開国を促すために運動し、1844年にはオランダ国王ウィレム2世の新書を寄贈している。1853年のアメリカの東インド艦隊を率いたマッシューペリー来日とその目的は事前に、 察知しており、準備の段階で、遠征艦隊への参加を申し出たものの、シーボルト事件で追放されていたことを理由に拒否された。また、早急な対処を行わないように要請する書簡を送っている。48歳にあたる1845年には、ドイツ貴族出身の女性、ヘレーネホン・アーゲルンと結婚し、三男二女を設けた。 晩年のシーボルト1854年に日本は開国し、1858年には日蘭修好通商条約が結ばれ、シーボルトに対する追放令も解除される。1859年、オランダ貿易会社顧問として再来日し、1861年には対外交渉のための幕府顧問となる。貿易会社との契約が切れたため、 幕府からの手当てで収入を得る一方で、プロイセンに遠征隊が長崎に寄港すると、息子アレクサンダーに日本の地図を持たせて、ロシア海軍極東遠征隊司令官リハチョフを訪問させ、その後自らプロイセン施設や司令官、全県講師らと会見し、司令官リハチョフとはその後も密に連絡を取り合い、その他フランス講師やオランダ植民大臣らなどの要請に応じて頻繁に、 日本の情勢についての情報を提供する。並行して、博物収集や自然観察なども続行し、風俗習慣や政治など、日本関連のあらゆる記述を残す。江戸、横浜にも滞在したが、幕府より江戸退去を命じられ、幕府外交顧問、学術教授の職も解任される。また、イギリス講師、オールコックを通じて、息子、アレクサンダーを、 イギリス公使館の職員に就職させる。1862年5月、多数の収集品とともに、長崎から帰国する。1863年、オランダ領インド陸軍の参謀ぶつけ名誉少書に、昇進、オランダ政府に、対日外交代表部への任命を要求するが、拒否される。日本で集めた約2500点のコレクションを、アムステルダムの産業振興会で展示し、 コレクションの購入をオランダ政府に持ちかけるが高額を理由に拒否される。オランダ政府には日本追放における損失についても保証を求めたが拒否される。1864年にはオランダの官職文字して故郷のビュルツブルグに帰った。同年5月パリに来ていた県王施設制市外国武業の池田長発の退伏交渉に協力する一方、 同校の三宅州から、父、三宅牛とら才が貸した、鉱物標本20から30箱の返却を求められ、これを渋った。その渋り用は相当なもので、わずか3箱だけを数年後にようやく返したほどだった。バイエルン国王のルートビヒ二世に、コレクションの売却を提案するもかなわず、ビュールツブルグの高校でコレクションを展示し、日本博物館を開催、 1866年には、ミュンヘンでも開く。再度、日本訪問を計画していたが、10月18日、ミュンヘンで風をこじらせ敗血症を併発して死去した。70歳没。墓は、石造りの仏塔の形で、旧ミュンヘン南墓地にある。シーボルト生誕200年を記念した、日本の切手シーボルト生誕200年を記念した、ドイツの切手シーボルトは、 当時の西洋医学の最新情報を日本に伝えると、同時に生物学、民族学、地理学など多岐にわたる事物を日本で収集、オランダへ発送した。シーボルト事件で追放された際にも多くの標本などを持ち帰った。この資料の一部は、シーボルト自身により、ヨーロッパ諸国の博物館や宮廷に売られ、シーボルトの研究継続を経済的に助けた。 こうした資料は、ライデン、ミュンヘン、ウィーンに残されている。また、当時のデジマデイリエ氏だった河原慶画に、生物や風俗の絵図を多数描かせ、薬剤師として来日していたハインリヒビュルゲルには、自身が追放された後も、同様の調査を続行するよう依頼した。これらは西洋における日本学の発展に大きく寄与した。日本語に関しては記述は少なく、 助手だったヨハン・ヨーゼフ・ホフマンが多く書いている。2005年、ライデンにシーボルトハウスが開館した。シーボルト旧宅を、シーボルトのコレクションや日蓮関係史を展示する、博物館として公開したものである。生物標本、またはそれに付随した絵図は、当時ほとんど知られていなかった、日本の生物について、重要な研究資料となり、模式標本となったものも多い。 これらの多くは、来年王立自然史博物館に保管された。近年、同国のグラム統合により、ナチュラリス生物多様性センターに移管され、電子化事業が進んでいる。また、二度目の訪日で集めた、収集品や植物の種苗は、ミュンヘンで保管され、一部は、長男アレキサンダーがイギリスに寄贈している。植物のお芝標本は12000点、それをもとに、 ヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニと協調で日本植物史を刊行した。その中で記載した種は2300種になる。動物の標本は当時のライデン王立自然史博物館の動物学者だったて、ミンク、シュレーゲル、デファーンらによって研究され、日本動物史として刊行された。日本では馴染み深いスズキ、マダイ、イセエビなども、 日本動物史で初めて学名が確定している。シーボルトに対する県名として、学名にシーボールディ、またはシーボールディが命名されている生物は、数多い。地元の郷土史研究家が記した、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト家系図のうち、シーボルトの娘、クスモト・イネ・シーボルトの孫娘、クスモト・タカコ・アレクサンダー・フォン・シーボルト・山脇・タカジナン、ハインリ・ヒ・フォン・シーボルト次女、 ヘレーネ系不言書の発行都市順、日本語版の題名都市順。長崎市のシーボルト通り、若きシーボルトの像シーボルト記念館、富永直樹作シーボルトは、植物の学名で命名者を示す場合に、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトを示すのに使われる。西南学院大学国際文化論集2012、国立国会図書館オンライン、ナショナルダイエット・ライブラリーオンライン。 ndlonline.ndl.go.jp 2020年3月6日閲覧ありがとうございます。